皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう。公式パートナークリエイターニンニクハンターです。釣り好きの方お待たせしました。海江島釣り大会イベントが開催されます。3月10日9時から12日8時59分までに決められた魚を釣り上げるイベントで、ゲーム画面の右上にあるトロフィーのアイコンを押すと参加できるようです。イベント終了後にランキングに応じて報酬を獲得できるようなので、どんな報酬があるのか楽しみですよね。海江島すべての住民にリアルタイムで共有されるのも面白そうですね。今回のイベントは釣り竿を使い分けるのが大切になると思います。例えばノーマルの魚を釣り上げたいのであれば、こちらのトゥインクル釣り竿がおすすめです。高級魚、レア魚、他の魚の確率がアップしていない分、ノーマルを釣るにはこれが一番最適だと思います。次に高級魚を狙いたい人、そういった方はこちらのアヒルの釣り竿がおすすめになります。高級魚の確率が 100% アップしているので、先ほどのトゥインクル釣り竿の2倍高級魚が釣りやすい竿なんですね。続いてレア魚を釣りたい人はこちらの釣り竿がおすすめです。おもちゃの釣り竿はトゥインクル釣り竿に比べて 1.5 倍レア魚は釣りやすくなっています。もしダイヤに余裕があるのであれば、さらにおすすめなのがこちらです。成功確率とレア魚の確率が上がっているので、もしできることならこちらの方がおすすめです。紫ランクの伝説魚の魚を狙いたい、そんな方にはこちらの黄金の釣り竿がおすすめです。大会中狙う魚が変わってくると思うので、その魚に合わせて釣り竿を選んでみましょう。歴代の課金釣り竿が再販売されています。それぞれの特徴をご説明します。こちらの木の棒の釣り竿は伝説魚の魚が一番釣りやすい釣り竿になっています。このハンマー釣り竿は魚を釣り上げるときに雷のエフェクトがついているので、魚を逃がしてしまうミスが一番少ない釣り竿になります。最後の魔法のステッキ釣り竿はこちらはですね、伝説魚のクラウンが一番釣りやすい釣り竿になっています。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルでは一緒に遊ぼうの攻略動画、最新情報どんどん出していきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。釣り大会皆さん頑張りましょう。